ギオームド・ティールの年代記、海のカナダでなされた自責の歴史の古フランス語訳本のサシエ・ウトラメールとは、第一回十字軍の後で設立されたレバントの十字軍国家軍の総称、外地、海外領とも、エデッサ博国、アンティオキア公国、トリポリ博国、エルサレム王国の四つを代表とするが、特にエルサレム王国を指すこともある。ウトラメールという語は、 レバント、シリア地方、パレスチナなど、東地中海の海岸沿いの地方と同義でも、使用された。今日の国名で言えば、イスラエルの大半、パレスチナ自治区、ヨルダン、シリア、レバノン、トルコの一部を包摂する地域にあたる。フランスでは、ウトラメールという語は、海外一般を指して使われることもある。例えば、ルイオンセイはイングランドで育てられたため、 ウトラメールの類と呼ばれる。近代フランスにおいても、ウトラメールという語は海外を指して使われ、特に海外圏、海外領土を指して使われる。ありがとうございます。